トゥー。おそ。行きます。あ。これは危惧してたことが発生してるかな。なぜかね、君が見た光は、ライブチューブと相性が悪いんだよ。FPS30 しか出てない。でもさ、3でしたね。あ、配信だと、なんて、ファイアーズ配信だと、画面がボケて、すごい眩しく、画面が潰れて眩しく見えてたんだけど、実際やるとそんな眩しくないよね。すごいなんか変に発光しちゃってるように見えるんですよ、このライブビデオって。配信だと。意外と、見やすい。から先に行かせない。なんで FPS 出ないんだろうね。あっ、これ縦中攻撃するとあれ、縦中攻撃するとさ、打ち返し弾が来るのかと思ったら、そういうわけではないんだけど。俺も残機がないんだけど。ああ、でもこのゲームで打ち返し弾やると、打ち返し弾をさせて稼げちゃうのか。よくわからないことやな。やっぱ、あれやっぱり知ってても避けらんなかった。あ、なるほど、縦で防ぐと言うなら、あ、ぶち返しが来るのか。これさ、これあれだよね、あと、30fps だけど、あれ処理落ちはしてないよね。フレーム数が出てないだけだよね、これ。おかしいな、俺配信で見てて攻撃知ってるはずなんだけどな。時期のスピードってあれ7、まあ別に平気な。ゴミ殺した。H264 と相性悪いんだろうね。これさ、3面までいけない気がする。うん、行きまーす。
俺やっぱ配信見てて思ったのよ、あの弾が速いというかボスの発射位置から判断すると近いんだよね。まあでも俺まだちょっと 俺のあれが乗ってないの一発目で。てか俺ねさっきボム使ってなかったし、割とボムを使っちゃって倒すと、ボムを自分もまあ惜しみなく使う普段はプレイスタイルなんだけど、なんだけどまあ配信でボム使いまくって倒しちゃうと面白みはない。大丈夫、あの一面ボスにからガンガンボム使って倒しちゃうと一発目配信とか初見プレイ配信としてはいまいち。待ってー漆黒の魔導書ケンさん、大ケンさんだ。やればできる子なんだ。例えば弾の数がだいぶ1から比べると弾の数がだいぶ減ったのねっていうか、あ間違えた、これ全部3ウェイか、これさあの偶数弾混ぜた方がよくない？あでもいいのか、混ぜた方がいいんですよ。な、あれは何なんだ、何か飛んでくる、何かが飛んでくる、おいさんげあ、混ざってきた、混ざってきた。いや、俺さ、今避けたんだよ、あの避けたんだよ、弾があったんだよ、受けた先に。弾があったんだよ。もう一回ぐらいは、避けたんだよ、今。で、これ配信で知ってるから、知ってるのよ。体当たり来るっていうのは。避けたんだよ。避けた。あ、あ。マジックが終わった後がやばい。どこだ、そうそう、すみません、こっからノーコンクリア。次船です、あが右前、マジで実は男の子、実は男の子、
いいんじゃない。右前、実は男装キャラ。いや、またあのさ、もうさ、男の子が流行ってるね。男装キャラも流行ってる。来るね。男装キャラじゃないかね。あ、行っちゃった。からのお店来る。からちょっと敵が本気出した。画面から君が見たい。男の人の服と女の人の服でボタンの前右左が違うんですよ。あ、あ、でもなっちゃうし。なんでゲームオーバーの文字ボケてるんだろう。すげえ嫌。よし。じゃあタイプ B いいか。公式ダンスキャラ。てかよく気づいたな。安定してるからな。実はね、面白みはない。君が言いたい光ワンの時でもそうだったから。速度もね、あ、でもさ、あれ、1機体の方って速度って下がってたのかな。今こんなプレイできた。これ盾構えてる時間長いな。これはすごいことやさ。フジフレーム的にはじゃあかわせなかった。あタイプ B なんていなかった。